もうこんなところで寝ていたら風邪をひいてしまいますよ。まったく無防備なんですから。いつから起きていたのですか。今ですか。そうですか。いえ、あなたが眠ってしまっていたので上着をかけようと思っただけで。すみません。冬は日が落ちるのが早いですね。外はすっかり暗くなってしまいました。屋上での練習時間も少し短くなってしまいますから、少しだけ損をした気持ちになります。ですがその分冬は空気が澄んでいますから、朝の練習が気持ちいいですね。四季折々の良いところを楽しみながら過ごしたいものです。お話はこれくらいにして帰りましょうか。起きたばかりですから風邪をひかないように暖かくしなくては。私のマフラーをお貸ししますね。では行きましょう。